オールスター2戦目広島マツダスタジアムで行われました。結果は、セントラルリーグが1対6でパシフィックリーグに敗れたというこういうゲームで1対6、ね、今日は昨日は1対8セリーグって弱いんやな。セリーグはこの2戦を見ると打てなかったっていう感じだね。とにかくパリーグは昨日15安打で8得点で、今日は13安打で6得点ね。15安打13安打と打ってるわけや。セリーグは今日は5安打昨日6安打それでは点にならへん。相手倍以上打ってんねん。倍以上打っててもトップでももっと取ってるしね。倍以上取ってるし、攻撃力がやっぱ弱いよねセリーグは。今日はね、ちなみに、先発ピッチャーは広島、セリーグはね、広島の栗投手、今季、6勝4敗や、ね、で防御率 2.29 で、パリーグのピッチャーはオリックスの山下俊平太21歳、今年今季8勝2敗や、防御率 1.49 や。もうピッチャーでもうまず負けてるやん。このピッチャーで防御率 1.49 やで。うめえな。で8勝2敗やで。しかもまだ21歳でこれ。うん、まだこれ。西純也と変われへんかな。うめえ。ね。A 選手はパリーグに行くんやな。いやまあな。だってそうやんか。育てるのはうまいんかも分からへんしな。それはそうやんけど、まあ一応いろいろあると思う。で、今日はセリーグのスタメンは、阪神の選手は誰も、入ってません。なんでか昨日は9人中7人が阪神の選手やったからな。で今日は誰も入れへんだという。まあ別にそれそんでいいと思うよな。もういいや。ね。で、入れへんねやったら今日は、まあ、DNA とかが入ってくるから、これ打てるなと、点取れるなというような打線のはずや、ほんまは。ちなみに1番 DNA の関根、2番 DNA 佐野、3番広島秋山。まあみんなこの子は よう打つバッターばっかりこれ3番まで。4番岡本巨人、5番牧 DNA、 なんかみんな打つバッターばっかりやホームランバッターで、6番中田巨人、7番宮崎 DNA、 8番キャッチャー大城巨人。ここまで全員打つやん。みんな打つがな。ここまで打てるバッターや。で9番ショート長岡、まあ長岡はそんな打てへんけど若手やヤクルトな。だけど今日はもう打てる打撃陣で来てるはずやねこれね。そやけど打てへんねいうことは、パリーグのピッチャーがええいうことや。セリーグの打者よりも上回ったいうこと。それは大竹もな、パリーグのとこから、なんか来たんやもんな。うん、ソフトバンクやな。そや、その中でもそんな活躍してへん選手だったやろ。そうや、大竹はな。なうん、セリーグで通用すんねんもんなあ。っていうことはやっぱり弱い。まあこれで謎が解けた。まあそうなんかもわからんな。そうやんか。パ・リーグの方が強いことやなこれで結局な。先生だから通算成績で今日の成績を終えて、パ・リーグは90勝でセ・リーグは80勝って差が10勝分の差ができたやな。もう長年ずっとやってきてな。で引き分けは11、まあ引き分け前やんか。勝ちの差が10個あるわけや。で、しかも、ここのところ、セリーグは、今日の負け入れて5連敗。ということは、今年2つ負けたやろ？その前の年2つ負けたやろ？その前の年の片一本の試合からずっと負けてんねん。2戦目から負けてんねん。1年、2年、3年にわたって負け続けてんねんな。何しやな。いや、そんなことはないけど。ああ、こういうような試合でしたよ。まあ、でも、MVP 取った子も、な、予算持ってお金。そうやな。やっぱりオールスターというと選手はまあ選ばれるのはまあ名誉というのもあるけども、賞金やね、賞金を取りに行くというこの辺がもらえるかもわからんというところで、あれも阪神入ってへんだな。みんな頑張んね。だって打ったりカチッと抑えたりせんことには候補になれへんからな。だって阪神の投手、ちなみに言うと今日はね、阪神の投手、まあ阪神から見たオールスターということにどうしてもなってしまうんでね、昨日今日も試合はね、これ
挙げてるけど、阪神の投手は今日はね、大竹が1対3の負けてる7回に登場や。ね。まあ、それはええ、負けてる試合でも別に構わへん。7回でも何でもええや。ね。6番手で登板。で、1イニング投げて2本ヒット打たれて1失点や。失点1や。ね。これがオールスターのデビューやったわけや。大竹はな、初めてや。そして、昨日の第一戦に戻るわけやけども、阪神の投手で言えば、先発は村上頌樹やな。村上頌樹は2イング投げて、5本ヒット打たれて4点取られたわけやな。それから、同じく昨日の6回に投げた岩崎。ね、これも1イニング投げて、3本ヒット打たれて2点取られてんねんな。全員点取られてんねん。だってさ、交流戦とかいうやつも、いや、ね、弱かったから、そらそうなんよな。今年なんや弱かったの。去年強かったんで。そうなん。うん。去年12チーム中2位やったんやから。去年は強かった。去年はヤクルトと阪神が勝ったんや。まあそういうことで、阪神の投手陣は、大竹、村上、岩崎と3投手出たけども全員失点してると。抑えきれへん。だから勝負にもいけへんだ。ね、いけ。それから、阪神の野手では、今日途中からね、大山、佐藤、ノイジー、それから木浪、中野とこう出たわけや、途中から。あかんやつやん。な？途中から出たわけや。あかんやつやな。で、今日は大山と佐藤とノイジーは結局ヒット打ってない。それはいつも打ってないもんな、最近。まあな、この辺いつも出へんわな。うん、木浪はちょっとな。ほんで、木浪と中野は一本ずつヒット打ったんや。そんなもんやな。で、中野に限って言えば昨日も出てて、昨日もヒット打ってね、中野は昨日1本、今日1本でヒット打ってねな。一応ヒットは打っとるわな。まあでも、2軍の MVP は森下や。森下や。な。うん。あいつ頑張ったわな。頑張ったな。うん。というところでよ、阪神の選手としてはバッターにしてもヒットも少ないわけや。だから、賞をもらえるような活躍してない。まあ、なあ、せっかく出てんやから、賞ぐらいなんとかもらって帰りたいな、ということで頑張りよったら偉いんやけど、うん、ほんで、それでもって、調子が上向いてきて、後半戦ね、活躍できたらいいなと思ってたんやけど、ちょっとそこまでいけへんだな。帰って、へこんだな。うん、ピッチャー陣はへこんでしもたな、これ。次投げさすと心配やな。うん、打たれるかもわからへんな。悪いまままた行くような感じやもんな。ちょっと調整して、言うたってもう明後日やで。まあ村上はええとして、岩崎が心配やな。多分大丈夫やと思うけどな。またオールスター。ね、普段の試合は試合と変わるやろうけど。オールスターはお祭りやから、まあ打たれてもまあしゃあないかと。でもちょっと気遅れするやろ。な。まあな。ちょっと岩崎が出てきたらちょっと心配になるな。だから今日は勝ったのは、今日はね、それにね、ピッチャー陣は、うん、毎回ずつのようにほとんど交代してんねんな。広島、の栗で始まったセリーグのピッチャーは、3回に DNA の今永、4回に DNA バウアー、で、5回にヤクルトのサイスニード、6回に巨人の戸郷、7回に阪神の大竹、8回に広島のターリー、9回にヤクルトの田口と、こういうふうになってた。広島の栗だけが2イニング投げたけども、あとはもう1回ずつ交代や。で、バウアーがホームラン打たれたよね、万波に、うん、ね。で、バウアーは次何投げるぞって言うて投げてんね。次カーブ投げるからな、次スライダー投げるからなって言って、次ストレート行くでって言うて投げてんね。これ藤川がオールスターに出た時数年前やけど、まっすぐで勝負するって、まっすぐで勝負する言うて投げたよ。それもいつも言うてるから、うん、それをちょっと思い出した、うん、多分そう思っておられる方もたくさんいると思うんですけどね。で、結局結果的には真ん中に打たれて、スライダー、甘いスライダー、真ん中入ったスライダーを。で、その前にキャッチャーフライあったんや。これを巨人の大城は落としよってな、わざとかどうか知らんけどやで、落としよって。あれ取ってたら万波はホームランなかったんや。MVP なかったんやねん、だから。うん、
あれで変わってしまったんや。まあ、あのパリーグも万波以上の活躍はしてないからさ、誰も。万波だってそんなにすごい活躍したわけでもないんやで。でも MVP は万波やった。4打数2安打やろ。まあ1人2本か。あ、3本おるやん。紅林4打数3安打おるやん。もうホームラン打ってないかな、紅林は。万波ホームラン打ったっていうところはやっぱり大きいんやろな。そう思うわ。まあ、そんな感じの、あ、これで今日は岡田監督のね、試合後のちょっとコメントがあったんで、ちょっと紹介しておきましょう。まあ、インタビュアーが、アクシデントなく昨日京都2試合を終えましたねって言ったら、それが一番良かった。久しぶりのオールスターですよねよって言われたら、そんなんなんもないで。以上、岡田監督のコメントでした。そんなんなんもないでってどういう意味なんやろな。いや久しぶりやから懐かしいって楽しかったわというコメントもなかったし、あ、別にそんなことを久しぶりやなと別に特に思えへんだしとか、そういう意味合いちゃうかな。うん。だからといって特にな、こう思った、ああだこうだっていうことは別に何もなかったよと。頑張らなあかんなとか、負けたらあかんなとか、別にそれもなかったし。まあ、そこそこほどほどにやればええんちゃうかぐらいちゃう。そんななんもないで。まあ、怪我せんことだけを思ってたんちゃう。だけど今日も大竹が失点した時には渋い顔して大竹を見つめてたで。そうや。あれな、面白いのよな。ピッチャーがさ、相手のチームに、セリーグのピッチャーがパリーグのチームに打たれてるやんか。ほんなら、その今現在、ピッチャー、出してるピッチャーあるやん。それのチームの監督あるやん。監督がベンチに入ってる場合やで。もちろんだから上位3チームやで。去年の優勝チーム2位3位までやで。な、これで言うたら、高津、岡田、三浦という、この3人の監督が入ってるやろ。ここの選手の人が、ピッチャーで打たれてる場合、みんな渋そうな顔して見てんねん。見つめてんねん。おい、大丈夫か、打たれんなよ、いうような顔して見てんねん。ねえ、ボン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 点取られてたよな。だんだん、って言おうか、ぶらってくって。あれは、セパ、みんなそうやと思うわ。どこの監督もみんな、自分どこの選手、自分どこのピッチャーが打たれてたら、ええ気分になれへんで、あれ。それがよう出てたわ。なんか、シワが深くなってきたって書かれてた。大竹が打たれて。そりゃそうやろな。うん。大竹。そのことをさ、考えるよな。うん。大竹ぐらいはせめてパシッとシャキッと抑えてほしかったわな。うん。まあ、なこと言うたら。しかもあれな、文句も言わない。キャッチャーも梅野やろ。自分とこの選手やんか。キャッチャーがちょっとな、まあ、よそのチームのキャッチャーやったらうまいことリードできへんから、あるいは持ってる球買って、5つ投げれんのに3つしか使えへんだから、あと2つ使ったら抑えれたのになとかあるやん、いろいろ。球種な。あるんやけど、そんなこともない。もう梅野やねんから。何も言われへんや。そりゃ坂本や言うたら、それまでやけど、梅野では文句言われへんわな。まあだから、まあとにかく、この2試合は、阪神のピッチャーは、とにかく打たれてしもたなと。バッターは、あんまり打てへんだなと。まあこれはセリーグ全般について言えることやけど。まあそんな2試合やったね。まあ以上です。まあ明後日からはペナントレースが再開するから、ヤクルト戦や神宮や阪神頑張ってや、頼むで。